はい、お待たせしました。聞こえてる？大丈夫ですか？お待たせしました。じゃあ、死によろしく。おいらは寝る。はい。はい、お待たせしました。聞こえてる？大丈夫ですか？止まってる？お待たせしました。じゃあ、死によろしく。村橋さん、おいらは俺様です。相変わらずの人間の底辺ぶりを安定的に出してますね。見ているこっちまで惨めな気分になります。オッケー。聞こえませんか？元気ですか？07にしてたの？なんで、ファミマ巡りになってんじゃん、それだったら。聞こえてるよ、今来たよ。安全運転よろ。よろ。手洗いました？洗ったからポテトチップ食べてるんです。奈良橋さん、死んでください。何それ。まあ。でもさ。WBC 敗戦の今、もうみんなの希望は奈良橋クラブだけじゃないですか。上今ここ、コンビニで何か買った？うん。パンに見ついた？なんで？相変わらずメタボの餌をバリバリ食ってますね。俺もコーヒー入れて剣揚げポテト食べよう。さあ、じゃあそろそろ出発準備すっか。ね。OK。では出発します。まだ到着しないのかよ、やる気あんの？そんなさっと行けるわけないだろ。ありません。ありますね。79号と65号が交わるところどこだ。どうせ名古屋あたりで泣きついて終了なんだろ。は？なわけねえだろって。はい、小橋方ってとこまで行きます。小橋方ね、小橋っていうところでね。はい、ところでズボンは？なん前から履いてますよ。はい、ねえ、本当に失礼な奴らですよ。あ、奴らじゃなくてね。はい、失礼な方々ですわって。はい、愛妻町方店。はい、ノーパンなんですか？なんでですか？本性出たな。出てないです。はい、裏なら橋。いや、全然裏じゃないんですけど。はい、お前やっぱりリスナーを見下してたな。してないですよ。はい、ねえ、私の家移さないでもらえます？あ、すぐ移動しますので。本音はポロッと出るもの。そんなわけないでしょ。はい、さあさあ、番組的にエンジンが温まってまいりました。夏コミ並びに行くんですか？並びに行くっていうか、私サークル側ですからね。はい、あ、ここで、サークルのご案内でございます。今年の夏もですね、1日目小説その他で EF 堂参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。黒子の犯人はこいつです。はぁ、なんてやん、本当にねえ、まったく。通知まだ来てないですよ。うん、安定の愉快犯を。あ、そっか。なんか申し込んだだけでついつい油断しちゃったよ。ダミーだけどね。なんでそんなものを。どう、さん、うん、はあ、さあ行くよ。
名古屋いいね、すごい電波来るね、はい、名古屋めっちゃ電波来てるよね、はい、さあ行くよハート。はい、だからなんで事故起こさないの？どこまでリスナー様を暇にさせるの？マジ吉なの？ビンビン。あ、どういう意味ですかね、はい。てか事故起こしたらどうすんだよ本当に。録画放送だからね。録画放送じゃありません、はい。あ、でも結構回復してきたな、電波。電波じゃなくて結構ね、回復してきましたよ。はい。今ケースで遊んでます。あ？速報、仮の栄光、緊急入院。チンチンいじる生じきち野郎が。何もやった。ねえ、ほんと。なんで緊急入院？ WBC 負けたから？なわけないでしょ。ねえ、はい。ねえ、なわけないってやつですよね。はい。中水炎か。中水炎。アクセルもっと踏めぶたが。バーンってなったらどうすんだよ、バーンって。バーンってなったらどうすんですか、バーンって。ねえ。みんなが悲しい思いになっちゃう。それはやっぱり奈良橋クラブのね、スタイルに反するから。はい。そうですね、うん。これゴールしたらさ、黒マスク野郎悔しい。最終って美味しいよね。モナカでしょ？はい。はあ？お前のお味噌溶けてるの？何言ってんの？はい。これ絶対黒マスク野郎悔しがるぜ、ゴールしたら。ねえ、自分は48時間ゴールできてないからね。はい。ねえ、ほんと。ねえ、まったくですよ、はい。あれ、また前の車電灯切れてるぞ。前のさ、車また電灯消えてるぞって。はい。奈良橋さんは、はい、確か白マスクですよね。相変わらず黒マスクには嫉妬むき出しの豚だな。なんで嫉妬むき出しなんですかね。っていうかさ、私一応ですね、この。62-46、またですか、わら。またですね、はい。っていうかさ、私ね、今回のこの企画で、一応せめてさ、暗記機能解禁は狙ってるんで、みんな頑張って。はい。暗記機能解禁は狙ってるんでね、今回のこの、ね、あれで、はい。狙ってますんでね。言い訳聞き飽きた。言い訳じゃないですよ、別に。はい。全然言い訳じゃないんですけど、はい。え、監禁。聞きました。監禁。奈良橋さん、仕込みはやめてください。全然仕込みじゃないです。はい。全然仕込みじゃないです。はい。3000人くらい増えるって言ってたよな。3000人くらい増えたらもうさ、ねえ。おい、いつも通りブヒブヒ叫べよ。わらわら。わらわら。わらわら。ダブル。わらわら。なんか。わらわら。わらわら。何わらわらって。わらわら。わらわら。わらわら。なんだわらわら。ダブル。わらわら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 。何がわらわらだよ、本当に。はい。クルーズ来ないね、もう。一回来たら来ないのかな、クルーズって。ね。一回来たら来て来ないんで。手続きなんだろ、わらわら。どういうことですか？はい。変なのが湧いてきたな。そんな時間か。ね、まだそんな時間、あ、でも今ね、今3時半。今3時半です。はい。仮ナン。仮ナンバーだね、あれ絶対。平常運転になりつつあるな。平常運転になりつつある？いや、でもこんなまったりした空気でね、奈良橋クラブでできるって。すごくいいことね。クルーズに来たルーズとか？いやいや、言ってないでしょ、そんなことは。はい。
ね。お前名古屋でその鉄くず捨てるの？捨てないですよ。もうこれ名古屋市入ってんのかな？まだ入ってないでしょこれ。ね、あ。漫画喫茶ヤマンバ、すごい名前だな。漫画喫茶ヤマンバだってね。見えてる皆さん？曇ってますね。あ、そうですか。雨降ってますね。たまにはい、今ここつけようぜ。たまにはつけようか。ちょっと待ってね、もうちょっと。そんな排気ガス吐きまくりの鉄くずは今すぐ捨てろ。もうちょっとだけね。満腹太郎行くの？満腹太郎行かないよ。お昼食べたよもう滋賀県で。っていうか放送開始からですね、5時間もうすぐ30分になります。で今まで京都スタートして進んだ距離が162キロ、はい。とすると移動距離ってね、1時間にどれくらいかちょっと誰か計算しといてください。はい。奈良橋にリアで腰に行ったけどこいつ車で逃げやがる。奈良橋さん、応援に行くのでナンバーさらしてください。ナンバー今ここつけるんでね、はい。もうちょっと充電させて、せめてね、やだ、 80% ぐらいまで回復してほしいんだよ電気がね。はい、もうちょっとだけね充電させてください。今緊急充電中ですから、はいね、緊急充電。さあ、ね、さあ、対馬市に入りました。イエーイ。1時間で30キロ行ってないな。行ってない。この鉄くず見かけたら石かおぶつを投げつけてください。は？何言ってんの本当に。今どこですか？今ですね、近くですか？あ、そうですか。今対馬市に入りました。今ね対馬市に入りました。どうもありがとう。実はまだ今日海見てないんですよ私。だから海見たらね、海だー、やったぞーって言いたいですよね私も。はい。群馬にはいつ頃入りそうですか？群馬にはまだ先ですね。てか群馬行かねえからね。はい、うん、うん。名古屋にぐいぐい沈めるの？なんで？なんで名港に沈めんの？はい。ていうかこの道何なのこれ。奈良橋さん、そろそろ祖国に帰らないと兵役免除にはなりませんよ。なんでそんなテンション高いんですか？テンション低く。あ、そうですか。はい。テンション高くなかったらさ、みんな悲しくなっちゃうでしょう。ねえ。イエーイ。あ、ちょっと道間違えて北海道行かねえかな。どうやってそんな道間違え方があるんだよって。はい。でもアクティブ9人なんだよね。290数人の皆さんは一体どこへ消えたんでしょうね。はい。ねえ、290数人の皆さんはね、この私の壮大なチャレンジを見に来た後に、一体どこへお消えになられたんでしょうね。はい。せめてさ、あ、そろそろ息していいですよ。給油口には何を入れてほしいの？砂糖？砂？あ、危なかった。もう、急に止まり上がるから。お前の溝越え聞いてすぐブラウザバックしたよ。俺がパソコン9台で自作自演してるからな。うさみ。危なかった。今、めっちゃ急に止まりやがってさ、もう。危ねえ、わら。今危なかったよね。だからぶつかれよ。ぶつからないよ、死んじゃうから。今、危なかったね。今ちょっと危なかったよね、はい。アリサンマークにはぶつかれないぜ、だって、はい。ちょっと車間。なんで当たらないの？車間取るわ。敵基地が、雑件な。雑件。なんで？残念。何が残念だよ。あぶ、今めっちゃ危ない。気にしない。わらわら。あとさ、今40センチぐらいしかなかったっすよ。はい。あ、ここだ。あ、ここだ。死ぬよ。死にはしないかも。惜しい。救急車で東京に運んでもらえよ。何はナンバーのベンツに突っ込んでください。なんで？車間距離は40メートルくらい空けましょう。米印40もありません。
いや見せ場を作れよ。こんな見せ場いらないっしょ。はい。ねえ、あれ？さっきの店ガソリン145円だったんですよ、レギュラー。ここ今エネオス見たらさ、エネオスじゃない、昭和エッソ見たらさ153円なんだけど、一体なんでそんな違うんだろうね、隣の店で。ね、不思議だね。お前動画なんだから編集で何プレぐらいぼかし入れとけよ。なんで？大阪は137円。うん、嘘。何食ってるの？プリングルス。韓国はもっと高いでしょ。いや、韓国の話してないでしょって。プリカとかじゃないの？プリカかな。プリカかな。猫缶食うな、豚が。なんで猫缶食うんだよ。猫缶は食わんでしょう、本当に。はい。あ、で、え、猫ひろし？猫ひろしじゃなくて、はい。で、このまま東海通りまで下りますから、一気に。75線だったな、確か。猫缶食ったことないの？運慶はあるのに。なんで、運慶なんか食、運慶だって食えるわけねえだろって、はい。マジかよ。おい、遅い、うせに右車線走るな、豚。こういうのだけはすぐ見るよな。まったく、はい。前の車煽れよ。なんで煽るんだよ。すいません、リスナー監視動画。いや、すいません、ルート職人さん、すいません、東海通りとぶつかる交差点教えてください。東海職人ね、ルート職人さん、はい。東海通りとね、ぶつかる道、多分ね、県道なら70号だと思うんですけど、はい。あっち。いや、うん、こっち、うん、奈良橋さんは左翼の京都人なので日本人が憎くて仕方がないそうです。何ですかそれ。そっち、ここ何県？ここ竹田っていう交差点で東海通り。あ、ありがとうございます。竹田ですね。はい。わかりました。ね。まだね、蟹江越えてないから大丈夫。立ち向こ出る十字山店が目印。あ、ありがとうございます。おい、名電でパソコン買え。なんで名電でパソコン買うんだよ。なんで名電でパソコン買うんだよって。三河ナンバーを煽れよ。なんで三河ナンバー煽るんだよ。怒られるから、そんなことしたら。はい。そういや、延長のなんかあれつかないんですけど、これどういうこと？
ねえ、パッシング連打でしろ。なんで連打でパッシングするんですか。延長のやつ何もマーク入ってないけどできるんかな、これバグってんのかな。6時間経ったから。え、6時間経った、あ、6時間以上延長できないの、ひょっとして。あ、でも6時間経ってるわ、経ってるわ、6時間、はい、はあ、当たり前だ。あ、そっか、じゃあ誰かチケットください。そっか、6時間経ったのか、もう忘れてた、はい、どなたかのチケットをいただければありがたいです。次枠ですね。次枠ですね。さっきからはハウル戦だよ、メタゴチキンが。お前どんだけ豚なんだよ。何こじった、こじ、いや別にね。出た、何が出たですか。あ、スタミナ太郎ある、行かないけどね。安定の物乞い。物乞いじゃないですよ。来た、うん、困ったな。困りましたね、どうしよう。今から予約枠取ったらさ、500ポイントぐらい得るじゃんね。どうしようかな。100だよ、ボケナス。え、100でいいの。え、だってなんかそれって、あ、今サービスタイムだから100でいいんですか。そのくらいでガタガタ補足な小じきが、ビピパンの誰でめちゃしこしてるか正直に教えてくれたらいいよ。もう勢いでいきましょう。何年生主やってんだよ。だってなんかルール変わってんじゃん、いろいろねえ。え、どういうことだよってね、本当に、はい。もう名古屋入ってんな、これ絶対名古屋入ってんな。じゃあ一曲いきましょうか。トゥイーン、トゥイントゥイントゥイーン、トゥイン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 トゥイーン、東京はまあかん、汚れとる、黙れ、とろくさい病気が流行っとる、これからのパフォーマーは名古屋で決まり。さて世間じゃ名古屋ばっかりするけどよ、信長も秀吉も名古屋だでよ。あ、う、いや、後ろの窓開いてたじゃん、もう後ろの窓開いてましたよ今。いやに涼しいなと思ったら、もうねえ、パスポートなくても入れるってよ、南国人は貯金が好き、これははずい、好きだけどよ、経済が今ここタヒってるから現在地わからん、どこだよ今ここ。今現在地言うよ。ねびしょびしょだね。対馬市神代です。今ね、対馬市神代のね、高架橋を通過いたしました。ここは愛知県対馬市神代です。朝から見てる人いますか、はい、あ、それ知りたい、私も朝からね見てくれてるね、ありがたい方いますか。もうすぐ神代インター見えてくるはず。うん、見えてくるよこれの。バッテリー切れたか。いや、ありがとうございます本当にね、奈良橋クラブをね、朝から見てますよ。ありがとうございます、はいね。そし垂れ流し状態だわ、神江、クルーズから、うん、あ、はい、ありがとうございます。クルーズからね残っていただいて、さあ皆さん、蟹江町入りました。さあね、では発表させていただきます。また記録更新です。京都から蟹江町まで、高知を見捨てたタグから、なんでそんなタグから来んのって、はい、
だから豊橋には着かないって言っただろ。着くもんね、まだ3時間あるもんね。ねー、テンションの差、ブヒブヒうるせえんだよ豚が。ねー、にゃんにゃんねー。でも169キロも走ったんだよ今日。じゃあ6時間、まあもう6時間でや、6時間割る170。ここが新しい次の職場ですか？ぶっ飛ばしたい。なんでぶっ飛ばしたいの？じゃあちょっと休憩してさ、次枠取ろうか。はい、リンちゃん、かぶせてきたよ、リンちゃんが。リンさん、なんでかぶせてくんの？はい、ったくリンちゃんは本当に。昨日なんかさ、怒ってたけど、またなんか怒ってたけどね、あの人なんか才能がどうだとか言って、なんかもう絵描く気になれないとか言って怒ってたけど、はい、人間ね、やっぱりね、あれですよね、何事もさ、ね。他生主派関係ねえ、次枠よろ。はい。6時間やってこみゃ人数増えないってさすがだな。りんちゃんに紹介してあげるよ。んこの6時間の平均時速は 28km、はい。まあ、一応目標の 30km は行ってるか。行ってないか、2km 少ないか。おせえ、わら。1時間で 28km しか進んでないの、でも。びっくりしますね、はい。ペース上げていくぜ。安定してるね。うん、安定してるね。でも超安定してるよ、はい。奈良橋さん、こんにちは。こんにちは。相変わらず米稼ぎの発言が多いですね。あざとい。あざとくないですけど、もっとスピード出せよ、はい。そりゃ国道とか使わないから当たり前だろ。まあそりゃそうだけどさ、これからは休憩禁止。なんで？死んじゃうよ。でも久々の都会ですよね。久々のね、都会ですよね。はい。愚痴も禁止。愚痴なんか言ってないでしょ、一言も。だか雨降ってるしよ。これは豚が今すぐ死ねや。は？すいませんね、初見の皆様。ね、こういう心ないね、声にも、やっぱりね、奈良橋クラブね。メンタル強くね、やっていっております。禁止。じゃあ、なんだ、黙々と走るってこと？喋る言葉が全て愚痴。なことないですよ、はい。ねえ、ほんと。じゃあちょっとね、止まって予約取るから、はい。多分30分後ぐらいになると思う。初見ならとっくに全員消えただろ。わらわら。消えてるわけないでしょって、はい。今ここつけなさいよ。今ここつけるから、はい。ちょっとね、さっきなんかで、ね、停車してね、バッテリーが弱ったのかなんか知らないけど、弱ってはいないと思うんだけど、なんか過剰充電になっちゃったんですよね、はい。過剰給電ってやつ。枠取り遅すぎだろクス。30分か、長いけど待つっとるで。いや、枠取り15分ぐらいで予約できたら。米の9割が罵倒、わらわら。罵倒じゃないです、はい。今ちなみに私何にランキングされた、された、それとか見てた人いる？私今何位ですか？はい。あ、チクラン入ったんじゃない今回。00、通常運転です。今日ちょっと待って、チクランこれ行ったよね絶対。知らねえよ、230くらい。あ、はい、どうでもいい。絶対チクラン行ってるわ、はい。ランク外。ランク外？リンちゃんの放送見たけど喋り方怖かった。いや、ちょっとね、また打ちすぎてるんですよ、女性ホルモンを。またこんなこと言うとさ、入るわけないだろ、勘違いやろ。怒るからさ、言うなよ。163くらいだった、わらわら。マジクス。マジで？へえ。いやアクティブ少ないのに入るわけないべ。ああ、そっか。そうだ、アクティブ数だよね。はい。30分間国道走りましたとか、そんなこと言わないでくださいね。はい。多分30分ぐらいかかると思うから。はい。さて、それではですね、最初のアクティブ増やして。ね、はい。
最初の枠の採点タイムにそろそろ入っていこうかな。はい、それではですね、奈良橋クラブいつも実は、番組エンディングに採点タイムをやってるんですけれども、皆さんのね、クラン1くらいになりたいならとっと閉じこれやー。0点はぁ、10時からここまでやってて0点どういうことそれってねえ。はい、0点はい、ね、皆さんの点数は100点満点です。はい、それではですね、皆さん、15点、初見の皆様、採点する必要ありませんよ。こいつ図に乗るから。クルーズって何時頃だったの？安全運転だったので90点。はい、ね、ありがとうございます。そういやさ、ここどこだ？走った距離は10。走った。17点。おい、自演すんな。自演しないです。はい。天気悪いから2点。え？どういうことだよ、だ。